成分サタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送柿花忠です。ゴールデンウィークも、はい、今日と明日を残すだけになりました。はい、はい、そうですね、今日と明日、はい、うん、ちなみに今日は子供の日です。子供っていくつまで子供なの。あー、いくつまでですかね。まあね、まあ、世間一般であの子は子供だねっていうの、小学生、小学生ぐらいまでは子供料金。小学生だと6年生でも1年生でも6年生でも子供になるんじゃない。そうですね、子供料金で入れたりしますもんね。そうね、まあ、いつくつになっても子供のような。母の日、父の日、父の日ちょっと影薄いけど父の日もあんのに、大人の日ってないよ。大人の日、うん、いい提案ですね。なんかね、大人の日はでも誰が祝ってくれるんでしょう。子供が今度いくつから大人だと。まあ一応20歳、今は20歳。でも本当にこのゴールデンウィークって毎年私言ってると思うけど、混んでると分かってても車で行って、昨日ちょっとラジオの番組でこんなの言っちゃいけないけど、テレビの夜見てたら、時計戻ってくる時にあの車の混雑、はい、50何キロとかさ、見てて気持ち悪い。もうこっち側にこう何ていうの、あの下りっていうの、はいはい、両車線映るじゃない。そうですね、もうスイスイでそう気持ちいいのよ、はいはい、ほんでもう左側かなんか見ると、もういっぱいいっぱいみたいな。もうあの中で感情移入しちゃうんですか、あの車の中に乗ってる人たちの気持ち。あの中乗ってたらどうなんだろうっていう。そうですね、うん、まあ、休みがどうしてもその時期にしかないとなると、うん、でもまあお天気にね、なんか、はい、昨日例えばなんか火を降ったりもするところがあったって言ってたけど、ね、ちょっと特に水曜日の午後のお天気ちょっと良くなかったんですけど、うん、まあ木曜日には回復してですね、はいはい、今日も東京25度ぐらいにはなるんじゃないかと。はあ、すごいですね。今まだ20度ですけど、はい、まあね、でもそんな中今週は私ね、いろいろ先輩、なかなかね、私もデビューして50周年なんですけど、はい、先輩とお会いするってあんまりないんですよ。あ、自分より先輩、どの現場に行っても、はい、大体自分が一番、はい、そんな中今週は徹子の部屋、テレビ朝日系の、はい、徹子の部屋で先輩の中尾美恵さん、美恵ちゃんにも出ていただいて、中尾美恵さんとアッコさん2人がゲストという回の、はいはい、徹子の部屋の収録、はい、もうだから小先輩と大先輩めっちゃ面白かった。盛り上がりました。もう本当にこれ内容をねちょっと見るともう私喋っちゃうから、あものすごい面白かった。ちょっと徹子の部屋を見ていただくのが一番ですね。本当です。15日火曜日、今月ね、はい、はい、お昼12時からの予定ですが、うん、ちょっとだけぐらいはいいんじゃないですか。いや、まずね、私の、はい、まあ私デビューした時によくいじめられたっていろんなところで軽く言ってます。でも誰っての言ってないんですよ。あっこさんをいじめた人物知らないですか。私よく、私本当に僕は、うん、あっこさんがよくパターンとしては、はい、放送でイニシャルだけをここに書いて、ああああ紙に、ね、CM 中に後で確認するということで、はいはい、3度ほど伺いましたね。まあデビューした時に、はい、まあ当時体の大きい歌手ってのはいなかったから、でなんかオープニングとかエンディング並ぶと横に来るんじゃないとかね言われて、アコさんが大きいから自分が目立たないってことですか。そう、でちっちゃく見える、はいはい、でプロデューサーは横に行きなさいと、カッキーが歌手だとすると、はい、そのカッキーに横行ってると、こう行けよ、それは男なんですけどね、こう行けよとかって言われて離れると、プロデューサーが何やってんだよ和田子、ね、カッキーの横行けっつっただろとかって言われて、もうとかって思って、そんなことがあったり、洋服がまあ一応リズマンブルースの和製リズマンブルースの女王っていうキャッチフレーズだったから、はい、で黒っぽい衣装しかなかったので、黒を着ようとするとその先輩が、あんた私黒着るからさ、黒着るのやめてちょうだい、まあんまり東京弁喋れなかったから当時ね、これしかないんですけど、知らないわよそんなのやめよっつってんだろとか、女性よこれそういうのがあったり、黒しかないの分かってて言ってる、そうなの、そういうのあったり、あとまあ今みたいに今どこの局でも割と
個室あるんですよ。こんな言い方したら失礼ですけど、そんな売れてない人でも。昔はもう先輩後輩の縦社会がすごかったから、大部屋で、そうそうそう、縦社会がそこに持ち込まれる。そうなんですよ。そうするとその先輩が、あん着替えたいのに男がいるから着替えられないとかって、もう一人、あそうねとかって言って、全然気にしないで普通に本読んでるかなんかしてたんですよ。何やってんだろう、全然出ていかないね、着替えられないじゃんって見たら、その先輩2人と私ともう一人いただけな。あで、そういうのでクーってもうね、気づいた時は悔しいね。そう、男って私のことかと思って、で当時ジーパン履いて仕事場行ってたから、ジーパンにスニーカーだったんだけど、でジーパン履いてじゃあトイレ行こうと思うと、当時バスケットシューズ履いてたのね、よくスニーカーかバスケットシューズで、これ5年目のハイヒールっていう本にも書いてある、バスケットシューズに落書きされて、ね、マジックで、うわ、でまあいろいろ大変だったのよ、悔しい思いして、悔しそうと思って、こんな先輩には絶対になっちゃいけないと思って、そういう話を、まあ、ここまで言わなかったけど、はい、いろいろ大きいからいじめられました。でそれを今度は中尾美恵さんは、それと見ていて、中尾美ちゃんとあゆみちゃんは、石田あゆみさんはもうあんなの言っときなさいよとかって言ってくれる、言ってくれた人なの。だから私はもう唯一で、いつも先輩でどなたか一緒に出たい人って言ったら、もう中尾美恵ちゃんか石田あゆみさんなんですよ、はい、で美恵ちゃんとそんな話してて、黒柳さんも、あらそんないじめなんてあったの、誰誰って言うから、はい、いやそんな今さらね、50年も黙ってきたこと今さら言えませんって言ったら、中尾ちゃんがあれでしょって言うから、だからそのあれね、はっあんなの知ってるわよ、私口も聞かないのよって、え中尾美恵さん、黒柳さんが誰誰誰誰誰、言えません言えません言えません、いやいや、コマーシャル挟むわとか徹子の部屋らしからぬトーク展開、いやいやいや、もうそういうのとかね、面白そうですね、そういうのとか、ずっと前に私が徹子さんに靴いただいて、私が足が大きいから靴なかなかないと言ったら、徹子さんがもうあなたのために入浴中回って買ってきたの、3回ぐらい合計買ってきていただいて、ニューヨークに行くとアンコさんの靴をお土産で買ってきてくれる、そうなんですよ、徹子さんが、それがいつも最初の時は入らない、入らない、で2回目は入ったんだけど、こうサンダルケースが紐になってるんです、紐が足らないいつも何か欠陥があるそう欠陥じゃないけど、まあ、いやいや履けないんですよ、あなたが悪いのよって言われて、いやそんなことはない、そういう話とかね、すごい先輩に囲まれました、すごい楽しい回で、いいですね、それが終わって今度はね、一昨日はダウンタウンデラックス出たんですよ、でこれまたね、吉村麻里さん、はい、元気で、吉村麻里さんってアコさんの先輩ですか、もちろんですよ、あそうですか、いやもうもうもちろんです、僕らからするともうちょっとよくわかんないんですよ、時系列というか、あ、まあ、夜ヒットの司会者をされていた吉村麻里さん、はいはい、そうですね、アコさんよく夜ヒットも出てらしたから、そうなんですよ、なんかもう同世代っていうか、そんな、いやいや、もうこれもまた懐かしい話、いやでもね、ここのとこ面白いのは、夜ヒットつったってダウンタウン出てるね人とか知らないっていう人いるから、いやもう20代は分かんないでしょうね、夜ヒットスタジオベスト10も知らないっていう、まあもう30代分かんないじゃないですか、ベスト10、山口百恵知らないって人いるんだよ、いや分かんない人いると思いますよ、いやそんな時代だよね、はい、だちょっと説明が必要ですね、っていう、うん、だ説明がどうしていいか分かんない、ああ、いやでもね、あの当時はもう月曜日は紅白歌 の, ベスト10、火曜日は TBS 歌のグランプリ、水曜日がベスト3に歌謡曲テレ朝ね、で木曜日がロッテ歌のアルバムの収録で、金曜日がこのすぐそば の, サンケイホールだったっけ、あ、忘れた、そこで収録、はい、で土曜日がまた前田武彦さんの亡くなった方の収録、あと土曜日ない時は私たちは営業っつって地方行ってたんですけど、毎日歌番組があったんですって、でもその時の吉村麻里さんで、もう私も何十年ぶりかでお会いしたんだけど、本当に若くてシャキッとしてらしてね、はい、そしたらなんかミニスカート履かれたのも日本で初めてで、吉村麻里さんが、そうなんですか、ツイッキーって知ってる、あ、知ってます、ミニスカートといえばツイッキー、そうそうそう、痩せてね、はいはい、でも日本で履いたのは、まあ次の
ミニスカートとはまたちょっと違うんですけど、そういうの考えると、わあ、私本当年とか今、まあ、人生100歳までとか今言うじゃないですか。もう100って、まあ、100が目標じゃないけど年取ったなと思うこと多々あるんですけど、いや、もう先輩方頑張ってらして、その無理に若作りとかね、そうじゃないんですよ。さあもう、あ、まだまだ頑張んなきゃいけないって言って、その夜竹山と、はい、カンニングの竹山と竹山の女房、はい、夫婦とうちのマネージャーと一緒にご飯食べて、はい、でもう邪魔くさいともうこの頃家帰るんですよ。で家帰ってアコースバーっていうんだけど、飲み屋で飲むよりはアコさんの家はバーに見立てて、うんうん、アコースバーで飲もうって、うんうん、で飲んで、うちら頭悪いからなって、どうしたら頭良くなるんだろうなって、お酒飲んでるとそうなるじゃない、うん、でなんかこうワインを開けようっつってなってね、でワイン開けたりこうなんかこう注いでくれるのはみんな竹山の仕事なんですよ。で竹山うまいのまた、はい、そしたら今コルクがもう良くないんですね、20何年、まあ、うちの保存方法も悪いんだろうけど、随分前の、もう乾燥しちゃってパサパサで、あ、抜けてこれないね。コルク抜くためにグーって一回差し込んでからスポンって抜きますけど、 それがもう巻いてね、粘りが効かない。そうそう、もうカスカスで、もう落とすしかないと落として、でそれをろ過さして上炉、はい、ペーパータオルと、ね、そうそうそう、そうやって飲んで、いやー頭いいなお前これ、普通のこの茶こしみたいなんだったらそれでもコルク の木は抜けちゃうんですよ、はい、でダメで、で頭いいな、世の中頭いい人多いのにな、なんでうちらダメだろうな、よく言うじゃん、ニュートンのリンゴの法則とか、でよく言うじゃん、アインシュタインとか、でアインシュタイン舌だけ出して近づこうとかってバカな顔、お酒飲んでるから、それはまた全部バカな行動ですね。もうね、インスタにあげましたバカ3人、これの写真は、はい、アインシュタインに近づこうっていう、そうベロをベーって出してるんですか、勉強したいね、勉強したいアインシュタインっていう、勉強したいとアインシュタインがかかってですね、ものすごくバカですよ。そう、その時楽しかったんだけど、酔っ払ってないと書けないですよ、これは。写真見たらバカじゃないの。いや、それがね、意外にそんなベロベロではないのよ。最初は、うん、アコさんとカンニング竹山さんのお二人で、うんうん、でその次は、無理だね、天才にはなれないというコメントとともに、そうそうそう、あの M マネージャーも加わり、3人でまた舌を出しているという。そう、これ見た人ね、本当に。私がもしこれ見てね、アホか、お前ら。これできれば酔っ払った状態で同じような環境で見てもらいたい写真ですね。でもキスしてとは言ってないから。は？危ない。おや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 。今ちょっとキレのあるコメント出しましたね。キリッとした。やっぱり勉強したい。ということで、あ、いいですね。でもなんか、いやでも一週間アコさんってでも多分自分の先輩と接すると元気もらうんですよね。あ、なんか私も。まだまだ若いっていうか、先輩の背中を追いかけられるっていうね、はい、まだ後輩ともいろいろ頑張ってまして、はい、50周年記念シングルはボーイズ&メンの弟分、うん、ボーイズ&メン研究生とのコラボレーションですから、はい、この曲のミュージックビデオが今 YouTube で公開されてますんで、はい、巨大なアコさんも登場する、ちょっと、ね、面白いです ね、なんかみんな滝に打たれたり、滝に打たれたり、そう、今月23日発売です、はい、そして23日の発売を受けて、はい、27日日曜日は、はい、ラゾーナ川崎プラザルーファ広場でミニライブがございます。そうなんですよ、初めて行くんですよ、はい、アコさんも出演3時半から行きます、ね、はい、ぜひ川崎の方お越しください、はい、それではその曲をお送りしましょう、はい、和田アキ子 with ボーイズ&メン研究生、愛を頑張って